白畑慎吾は、日本の数学者、大阪大学名誉教授、理学博士、専門は統計学、1947年生まれ、1970年に大阪大学理学部数学科を卒業後、1972年に大阪大学大学院基礎工学研究科数理系、専攻修士課程を修了、1974年には、 九州大学理学部の女子となり、1976年には、論文、サムディストリビューション、フリーテストフォーザツー、サンプルプロブレムンインデペンデンスで、九州大学より理学博士号を取得した。1977年に、大阪大学教養部の講師に就任し、以後、同大学及び同大学大学院で、1980年より助教授、 1989年より教授を歴任した。2012年に大阪大学を定年退官し、2016年現在は大阪大学名誉教授、同志社大学客員教授を務める。学会関連では、日本分類学会運営委員、日本計算機統計学会副会長、会長、応用統計学会理事、日本数学会評議員、 統計関連学会連合理事などを歴任した。また、1994年度には、エスティメート・オブ・バリアンス・オブ・ウィル・コクソンマン、ホイット・ニース・タティスティックにて、日本計算機統計学会文献賞を、2016年度には、日本計算機統計学会賞を受賞した。ありがとうございます。